これよう喋れるわ。これね、時間が経つとなんか喋りますわ。これ洗濯機か。夜景が綺麗だね。夜の夜景が綺麗だね。人生は自分次第。あのね、ほんとね、あの川での知り合いのおっさんおるでしょ。いや、年金12万ですよ。大したことないな。これでもうちょっと教えておきます。わし、いろんなことですと、市役所の人ね、年金ね、20万から30万らしいですわ。すごいね、やっぱ市役所は。ほいで、あの、要は、あの、市役所のあの、ゴミ屋おるでしょ。あれも年金すごいですよ。ほいで、給料がね、年収が700何万ですよ、あれ。で、市役所はさ、やっぱね、人数、3人でやっとるでしょ、あの、経営ね。あの、単車も高いんですよ。以上。それでね、わしね、自転車見ていつも思うんです。最初苦労しとったの、あれね。自転車の前かごでもね、あれね、2000円です。ステンレス3000円。あの、カチャっていうのね、なんつうかな、脚立じゃない、足の、なんとかね、ステンレス。あれ3000円ですよ。だから、自転車もバカなら、俺ね、ほいでね、自転車一回持ってかれたんですわ。もう5年前ぐらい。そっから歩きになりました。一回目は取り行ったけどね、俺そっから何杯行って9回行ったり10回行ったり、Wi-Fi ね、Wi-Fi も助かったですわ。参考になるか知らんけど、最初ね、1ヶ月目7000円ね、払い忘れて、どうしますかって言ったら、月末に2ヶ月分払ったらええって言ったんですわ。ほんで、ちょっと予算が10万入ってこんか電話したんですわ。ほんとは8月に3ヶ月分払えばいい。3万でしょ。今度年金やんですわ。それで払えるでしょ。だから、やりくり今、うまくなりました。お姉ちゃんの今日ね、面白いんですわ。あの、今日ね、福祉のあの、可愛い子ちゃん来たんですわ。69知っとるか言って、あの、逆になってペロペロするのね。知らないです。面白い。で、下の癖って映るね。ぼちぼち MK 呼ぶような時期になりました。おいで、今日食い物がいいから元気になりますよ。こうでね、おいよう考えたらね、食い物ええときは、チンチンまでも立ってくるけどね。この頃食い物が悪いからね、チンチン立たん。だから性欲もなし。だからぼちぼち女に目行くっていうことは、こう、調子がいいんですわ。で、筋肉がちょっと弱ってね、10年も何もしてんからね。何時かな、まあ、そういうことで一回切ります。あの人は手塚山来たの。